パワプロ2024 1.8 で落ち着く。終わってんな。 PS 版は性格悪いやつ多いってことやね。あの出来なら打倒本間ダウンロード版予約した過去の自分を殺したい。栄冠のクソみたいな打倒は修正された。シリーズずっとゴミなのに買い続けてるやつは何なの。アップデで改善して安くなったら買うわ。配信見てる分には楽しめた。自分でやってたら切れそうかも。2011年で仕様変わってから全く買ってない。今から DL 版買ったらカンストバグすらできないとか。買うなら2022でいいんやろ。なんでこのクソゲー中古で値下がりしないんだ。パワポケと同じ100円まで早く落ちてや。2013からほとんど進歩しとらんやん。栄冠と劣化迷宮島追加されただけ。でも売り上げトップだし関係なくね。栄冠さえ合わなきゃ大丈夫。悔しいでやんす。もしかしてコナミってゲーム作るの下手くそなのでは。コナミはこんな出来のゲームの大会でどうせ20万人も集めてくれた二次三次に感謝しないと。調整入ったはずだけどそれに対する評価が全然聞かれないな。ユーザー有利のバグはさっさと直してバランス調整はまだ放置してる。ご視聴ありがとうございました。